チャンネルちょっさあ、木曜日で総チェックはい、今週は木金と2日連続の総チェックでいきたいと思います。さあ、ということでね、ええー、まあもうオールスターまで、え1、ー、週間今日ぐらいか、あとまあ2週間ぐらいかな、でオールスターに入るっていうね、えー、ところで、まあ最後のね、この前半、もう大体どのチームもね、半分ぐらいのプロ野球ね、日程消化してきてるっていう中で、まあ 会はもうこれ以上離されるわけにはいかないと。上位はね、えー、結構、えー、セーバーともに接戦だけども、ちょっと会グループ、だからまあパリーグで言うと A クラス B クラス、えー、セリーグで言うと4位までと5位以下、ちょっと開きすぎてるっていうところがあるんで、ここちょっと踏ん張っていかないと、もう里崎の動画で、もうあなたのチームの消化ゲームですよっていうね、宣言を、えー、しないといけないような、えー、状況になってきてるんでね。 このオールスター前まで、えー、しっかりどこまで借金を減らせるか、もしくは上位はね、一気に引き離されるか、ね、会チームに取りこぼしなくいけるかっていうところがね、非常に、えー、大事になってくるっていう中でね、さあ、えー、火曜日木曜日ね、まず2連戦ですけども、えー、チェックしていきましょう。さあ、まずは楽天対オリックスっていうところで、7月4日7対9でオリックスっていう中でね、序盤はね、いきなり初回に回とね、オリックスが6点先制っていうところで、 一方的なね、展開になるのかなっていうところでね、楽天も追い,追い上げてね、まあ最後はでもね、ちょっと序盤の失点が痛かったかなっていうところで追いつけなかったけども、楽天ね、先発マー君がね、えー、試合をね、一気に、え前半で壊すっていう形になっちゃいましたけども、4回84球、えー、11アンダー、134299失点っていうね、えー、ところでもう全体的に腕の振りが緩いっていうところと、 あとね、ピンチになったら力を入れて、力感出すんだけども、そうなったら、あの、下半身と上半身のバランスが一気に崩れて、請求が乱れる。で、制球をつけるために全体が緩むっていうところの、もう悪循環で、ボールに切れなしっていうね。ところで、オリックスはね、いきなり初回から、えー、長川胸、そして、え紅、ー、林が連続ヒットで、えー、ノーアウト満塁から、セデーに押し出し、で、トングーがね、えー、左中間へ、2ボール1ストライクから思い切って振り込んでね、引っ張って、満塁ホームランっていうところで、一気に、 えー、フォアボール挟んで、4連打。っていうところでね、一気に5点。これは非常にね、痛かった。しかもね、この2回の表、2アウトからセデーノのバックスクリーンね、来日初ホームラン。グッドアイスバッティ。ね、この4番セデーニョ、5番トングーっていうところがね、一発構成で一気に6点。まあ、これでね、もう、あ、試合は決まったかなっていうところで、オリックス選抜ね、山崎幸也ち3回3分の1、89球、9番で434、1球、6失点と、 こちらもね、ピリッとしない。まあ、でもね、初回2回とね、あのー、しっかりいい形で抑えて、ま、あいい形でね、えー、山崎幸也もここまでね、ピッチング続いてたんでね、あ、これはすんなりいくかなっていうところで、3回の裏ね、ワンアウトから、小葉片レフト前、村林がライト前ヒット。これ村林がね、今いい味出してるなっていうね。でしかも右バッターのところでね。で、2番に入った伊藤がね、センターへタイムリーヒット。で、大河がライト前ヒットっていうところで、ワンアウトからね、 4連打でワンアウト満塁。そして5連打、浅村がライトへタイムリーっていうね、ところで2点取って、このワンアウト満塁からね、この岡島内野ゴロ、フランコね、サードライナーっていうところで、ここでね、もう1点でも取りたかったなっていうところでね、この逆にオリックスはね、一発回答で満塁ホームラン、長打っていうところで得点圏に得点を出して、楽天はね、単打っていうところでね、ビッグイニング作れなかったっていうね、ところのこの3回。で4回の表にね、またまた2またアウトから、栗林ヒットね。ね で、セデーノが、えー、ライトへタイムリーね。で、トングー、宇宙間、ツーランホームラン。あ、左中間か。ツーランホームランというところでね。またまたホームランで一発構成で、9対2。もうこれで一方的かなってね。正直思ったけども、なんとそんなとンやが降らさないっていうところでね。えー、4回裏、ね。えー、大谷変わっても代打安田、センター前ヒット。で、田中アウトになるけども、小深田フォアボール。だ、このフォアボールがね、山崎社長にとっては痛かった。で、村林センター前ヒット。ねタイムリー。で、ワンーウトにしるが伊藤がね。 レフトトヒットでオゴーアウトになるけどもツーアウト満塁から今度は長打だっていうところでね浅村がお返しのバックスクリーンに満塁ホームランで一挙5点ここで9対7ねこれでどうなるのかっていうねえー、ところで、まあ、このね浅村の満塁ホームランは、えー、山崎幸也から小北にね代わって打たれたっていうねこのピッチャー交代ね判断良かったけどね 小木田が踏ん張り切れずっていうね、山崎社長はちょっとね、中に入った、高く入ったっていうところをね、えー、見逃させる通ーされたかなっていうね。でもそっから両チームリリーフ踏ん張るっていうね、えー、宇田川部、山崎総一郎、平野っていうところでね、まああのヒットはね、えー、宇田川一本、平野一本出すけども、ランナーほぼ出さずね、完璧に抑え切って、で、楽天もね、あの、内孫、で、渡辺、鈴木空ね、 いや、酒井とね、リリーフ、こちらもね、えー、渡辺が一本ヒット打たれただけで、ね、踏ん張るっていうところで、ここからしまったいい展開になったけども、まあね、お互いのリリーバーがね、しっかり踏ん張った、グッピチッチだったと思います。そしてね、えー、楽天は、えー、9回裏ね、えー、先頭伊藤がね、えー、トングーのファンブレーラーっていうところに出塁して、ノーアウト1で、これ一気に行くかっていうところでね、鈴木大地のファーストライナーを、ファーストランナー伊藤が飛び出したってね、ダブルプレイになるけども、あれは仕方ないね。 もうほぼほぼベースの横だったからね、ライナー。あれ変えるのはね、もうリードするなっていうところになるから、まあ、あの飛び出しはもうちょっとね、ハードラックっていうね、ちょっとうんなかったかなっていうね、まあ、そこでしっかりね、引いてね、まあ、お互いね、両リリーフ、頑張ったけども、序盤のね、ホームラン、楽天は一発、ね、オリックスは三発、ここが一般ね、決定的な誓いだったかなと思います。えー、ついで、5日の試合、ね、6対1で楽天の勝ちっていうところで、え、楽天、ルーキー、正治ね、プロ初勝利。 ねえー、6回117球、5アンダ8三振29無失点っていうところで、もう腕がコンパクトに巻きついてね、かなり腕も震えてて、力感もあって、角度もあって、コントロールね、えー、緩急、カーブとかね、変化球の緩急、まっすぐコントロール、素晴らしい。まあ、ここまでもね、いいピッチングしてるっていう中でリリーフが打たれちゃったりね、ちょっと援護点なかったね、勝ち星弁護もあなかったけども、 このね、一生っていうのは本当に素晴らしいピッチング。ご両親もね、えー、見に来てる中でね、しっかり活躍して結果を出せたっていう、しかも素晴らしい投球でね、勝たせてもらったっていうより、勝ち切った自分の力でね、素晴らしいピッチングだったと思います。まあ、その中でね、オリックス先発ね、宮城、5回94球、6安ン5三死、石4失点と、こちらは追い込むまでめちゃくちゃいい投球だったけども、2ストライク追い込まれ、追い込んだ後に、 その勝負球が全部甘くなって、それを打たれたっていうところがね、ちょっと反省点かなっていうね。で、楽天はね、2回裏、えー、1アウトからね、岡島フォアボール。で、フランコがね、タイムリーツーベース。これも最後ね、甘めに入ったっていうところでね、それをしっかり、えー、打ち切った。ね。2球でね、えー、追い込んで、最後チェンジアップがね、えー、ちょっと浮いちゃって、それをね、えー、センターへタイムリーツーベース。で、その後もね、えー、1アウト2塁から、辰、え、巳、ー、にね、えー、入り玉のスライダー甘めに入ったっところをまたライトへツーベース。 で、次、大田がね、アウトになるけども、えー、小深田。ね。こちらもワンボール、ツーストライクから最後スライダーがど真ん中に入っちゃって、タイムリーっていうところで、まぁ、あ、楽天打線ね、これ甘めに入ってきたところ、ツーストライク追い込まれてからでもね、しっかり打ち切ったっていうところでは非常にね、素晴らしいバッティング。ね。えー、そして、5回裏。こちらもね、ツーアウトから。 伊藤ツーベース、そしてお奥のね、タイムリーヒットっていうところで、ツーアウトになってからも粘りの攻撃っていうところではね、非常に打線が活発。だから、楽天としてはね、4日の試合も打線いい形だったから、引き続きね、えー、好調の打線でいい形のバランス、そしてツーアウトからの1本っていうところで、しっかり取り切れ方かなと。で、6回ね、ピッチャー三重から山根に変わって、ワンアウトからね、 フランコ達つ日えー、連続ね、ヒットで、え、ワンアウト二3塁。で、大田がね、レフトにタイムリー。で、小深田がタイムリーヒットっていうところで、もうここでもね、連打連打っていうね、えー、ところはね、打線のつながり非常に素晴らしい。ね。で、一気にもう6点になって、まあ7回表にね、若槻がホームラン打って、オリックスは1点返すけども、まあジェンドっていうね、えー、素晴らしい、正直のピッチングと打線がね、ツーアウトから、もしくは連打が重なってね、 長打がなくても点が取っていけるっていうね、素晴らしい試合展開。まあ、楽天はね、2000連続ね、あのー、いい形でバッティングが続いてるからね。まあ、ここでね、オリックスにね、しっかり勝ち越していきたいっていうところで、 今日ね、山下俊平太と騎士の投げ合い、まあ、ロースコアの展開に持ち込めるかどうかっていうところがポイントだしオリックスとしてはね、打つ、打たないがねちょっと明確にきてるっていうところではね、えー、しっかり絞り球を、ね、絞ってね、ね、えー、精進の時はちょっとボール球を振らされたりとかね真っすぐ見逃しっていうところもあったから、ちょっとどっちつかず感があったからねそこを思い切ってね、絞って打てるかどうかっていうところがポイント、まあ、序盤3回までね、どういう展開になるのかが勝負の展開、えー、大きいかと思います、まあ、勝ち越しをかけてね、今日どうなるのかという戦いですよね。 つ、えー、いで、ソードバンク対日本ハムっていうところで、四、えー、4日の試合10対3で日本ハムっていうね、日本ハム先発伊藤、5回3分の1、129球、3安打9三振4四球2失点と、まあ、結構球数ね、費やして、まあ、5回に失点っていうね、ところ、まあ、6回で、ね、裏に、栗原にね、ツーランホームランっていうところをね、打たれたっていうところもあるけども、だから6回イニング途中、5回3分の129球はちょっと球数ね、多かったね。まあ、三振も多いっていうところもあるけども、ね、 でもまあヒットは3本しか打たれてない。でもフォアボール4つ若干苦しいんだかな、制球にね。いいところと悪いところでかったかなっていうところあるけども、まあしっかり球数を使いながらも抑え切ったっていうところは大きかったし、まあ大量ね、援護に恵まれたっていうところもあったかなと。 で、ソードバンク先発はだ。3回3分の1、799、6アンド434、395失点と。若干なんか指かななんかね、あの、左手、ちょっとコンディション不良でね、途中降板になったけども、ちょっとね、今後のね、状況が気になるかなっていうね、えー、ところはありますけども、えー、日本はね、えー、初回、先頭石がフォアボール。で、ビキアウトになるけども、松本ヒット続いて、ワンアウト1、塁から、野村のね、先制スリーランっていうところでね、やっぱりこれ一発構成ね、やっぱ力あるなっていうね。で、2回にも、軍事がホームラン、ね。 で、3回にはね、2アウト満塁から軍事の押し出し。ね。軍事、ナイス。ね。中日から移籍してきて、素晴らしい。ね。で、5回、え万、ー、波のホームラン。ね。で、6回、ね、伏見のホームラン。で、9名のね、えツーベース。まあ、ここでね、エラーも重ねながら。で、7回にはね、えー、伏見の技タイブリーっていうところで、打つは打つやのね。野村軍事、万波伏見の4人がホームランっていうね。で、えー、ホームランだけで7得点。ね、素晴らしいっていうね。 ここではもうね、心能力のね、高さっていうところがどんどん上がってきてて、まあそのね、トレードで移籍した軍事っていうところもね、活躍してチームのね、いい形になってるのかなっていうね、ところはあります。で、この試合ね、話題になったのが、3回の表ね、日本ハム、このね、えー、軍事の打席の押し出しのフォアボールっていうところの、回のフレーミングはどうなのかっていうね、ところで荒れてますけど、まあまずけ結論から、フレーミングどうのこうのじゃなくて、あんなのはボールです。 あれがもし、ストライクだったら、審判、逆にやばい。あんなの、キャッチング、どんなに頑張ったところで、もう、ボールもボール。あれをストライクって言ったら、ね、それはもう審判がや、悪い。だからフレーミングどうのこうのじゃないのよ。あんなのはもうボールなのよ。だからキャッチングどうのこうのじゃない。っていうところです。はい。でも俺は、あんだけやるのはあんまり個人的には好きじゃない。さあ、続いて、7月5日っていうところでね、えー、今度は5対1でソフトバンクの勝利っていうところで、ね、 ソードバンク、えー、先発バンドをね、えー、7回999、5アンダー7三振、1九、1ネットボール、1失点とね、えー、先発に戻ってきて初勝利っていうね、えー、今季っていう中でね、まあ、あ今年はね、先発っていうね、えー、ところで、えー、やっていきたいっていうね、中で、ね、勝ちで言えばね、今季者、感所目。だからある、あれかな先発で初勝利じゃなかったかなま、あでもね、今年優勝するためのキーマンは、バンド10勝ってサタキチャンネルでは言ってるからね。 こういったところではしっかりね、えー、今チャンスの中で結果を残したっていうところは良かったし、ね、7回まで投げてほぼほぼね、あのストライク先行で勝負できたっていうところは良かったね。全体 えっと、7回まで投げて3人くらいだったんだよね。もうその他はも2球で必ずストライクも取れて、ストライク先行で勝負できたことによって、まあ、マっすぐカーブ、スライダー、ホークっていうところの変化球も多彩に使えて、まあ、ビシバシ決まったっていうかね、甘いところも結構あったけども、やっぱりストライク先行で勝負できたっていうところがね、この1失点で防げたっていうところは大きかったんじゃないでしょうか。逆にね、日本アーム選抜鈴木ね、1回3分の1、87球並んだ、七安打三ー、3進0、無失球、5失点っていうところでね、まあ、早期降板っていうところで、 ま、ああの、初回ね、え、いきなり中村センター前、でミボりのね、えー、打球、ショートゴね、山田がセカンドへ悪送球っていうところでね、これね、もうファーストで良かったよ。ま、初回だしね、あんな無理して、こんな、後方になるからね、取りに行ってる、で、悪送球するよりは、で、ここからクリーンナップに行くから、まあ、最悪1失点してもよ、前日の、ね、結果的には1失点で抑えられたけどもね、 あの、前日の、あの、4人のホームラン、打撃校長のところをね、考えれば、最小失点でいってればね、勝つ可能性があるわけよ。その中でね、無理してあそこで、初回からね、その、無理な、こんな体勢からセカンド投げなきゃいけないかっていう山だね。あんなのはもう、ファーストに投げて、最悪1失点オッケーと。ね。最悪。ね。アウトをまずね、序盤だから積み重ねていくっていう判断がね、欲しかった。ね。ちょっと判断悪い。まあ、技術も悪かったけどね。 はい。で、はノーアウト1、3塁になって、今度がね、ライトでタイムリーヒット。で、柳田のね、タイムリーヒットが続いて、で、結局ね、で、牧原も続いて、ワンアウト満塁から上林をね、え、セカンドローカンにもさらに1点取って、3、いきなりね、3失点というところは日本ームにとっては痛かったし。まあ、あとはね、鈴木はやっぱりね、この、まあ、今度はね、ライトをちょっとね、インコース行ったやつをつまいながらっていうところだったけども、こまあ、2回にもね、回中、 中村がね、連続ヒットでノーアウトに三塁になって、今度のね、センター2点タイムリーになるけども、やっぱり左がね、アンダースローっていうのは左がね、押っつけていき出したらもうね、これはもうやばい状況になってくるんだよ。そのためにはこっちインコースを攻めていかなきゃいけないけど、ね、そこはね、キャッチャーの不思議も分かっててね、攻めていってるけども投げきれなくてや柳田の打席とかね、投げたやつが甘く入ってそれ打たれるっていうところあるんで、やっぱりね、この左率がね、 あの、左の方が悪いっていうところはね、やっぱここにね、しっかり攻めきれてないところがね、打たれちゃうっていうところもあるんで、まあやっぱここがね、アンダースローはここ、右バッターへのね、アウトコース、左バッターへのインコースがね、生命線っていうところでね、まあそこを攻めきれなかったところがね、まあ、早期降板につながったからと。で、日本ーはね、3回の表、2アウトからね、加藤のセンター前ヒット、清宮フォアボール、2アウト1、塁からね、松本がセンター前タイムリー、打つんだけども、ね、 このファーストランナーの清宮が、なぜか三塁狙って、三塁タッチアウト、バッと。いや、もう、これね、あの、もうちゃんと考えよう。ね、さっきの山田のプレイもそうだったけども。ね、これが終盤の1点を争うゲーム。ね、この1点を取ったら同点。もしこの1点を取ったら勝ち越し。っていうね、えところで、セカンドランナーのホームへの、ね、自分が犠牲になって、ね、ホームギリギリやと。 自分が犠牲になって、セカンドランナーのホームインをアシストして、自分がアウトになる覚悟で回ってるんだったら、この状況は OK。でも、5点差。3回。で、2塁ランナーの加藤のホーム。楽々セーフ。ここでね、1塁の中村がね、カットして3塁にね、めちゃくちゃ後半だね、アウトにしたっていうのはめちゃくちゃ素晴らしい、えー、プレイだったけども。この状況で3塁行くかっていう。で、結局この回ね、1点とかって、その後ね、万波っていうところで、さっきもね、言ったけどね。 昨日4本塁打打ってるわけでしょ状態いい流れで来てる中でここ万が一真ん中にね一発出たらね一気に5対4だったわけね可能性的にもしが長打だったら5対3にもなる可能性あったわけその中で無駄に3塁もうちょっと考えようで4回表もね、えー、日本もチャンス作るけどもツーアウト1、3塁でね星見が、えー ラライライトフっていうねところでまあしっかりね、えー、バンドを内切ってでかいのつもりっていうところから、ねえー、リリーフがしっかり0点に抑えてまあそのままね逃げ切りがちっていうところではね、まあ、日本はこの3回まあご失点というところがねやっぱ一番痛かったなっていうところもあるけれども、まあ、初回の守備で3回の走塁ていうところでそのねここの能力はもう圧倒的な誰もがね認めるぐらい高くなっているわけでも、そういったねここももっと期待を考えよもっとちゃんとね。 どういうことなのかっていうね。ただ一生懸命やってるだけじゃダメ。そういったところがね、もう一つチームとして上に行けないところだから、まあ残り一緒あるからね、もうちょっと考える野球をして、その判断を良くして、ミスを少なくするっていうところがね、この A クラスに行けるかどうかっていうところのセット際になってくるだけで、心能力はね、上がってるから逆にもったいないね。そういったところはね。まあソードバンクはね、しっかり一生いっぱいになって、でまあ今日の戦いっていうところでね、 えー、大関、加藤、ね、サワン対決。加藤、前回やられちゃったけどね、今日どうなるのか。大関、がね、復帰して、まあね、ここ、勝負どころ、どっちが勝ちこそなのかっていうところね、ポイントになる試合ですね。え、ついで、ロッテ対西武ブ。4日の試合、1対0、ロッテのさよなら勝ちってね、えー、いうところで、まあ、ロッテはね、え、11イニング戦って2安打しか打ってないから、もう、ほぼほぼ攻撃してない。 その中でね、11回、藤原がツーベースで、池田がバンド、で、藤岡フォアボールでね、で中村敬遠して、満塁になって、ポランコを押し出しろ、さよなら、っていうね、えー、セーブ、自滅です。はい。えー、その中でセーはね、3回、4回、6回、7回、10回、11回と、得点圏にランナー出すも、1本出ず、っていうところでね、えー、3回、まあ、2アウトね、えー、ンアウト2塁からね、えー、広間山野辺がね、1本出ず、っていうね。で、4回、えー、こちらもね、ワンアウト1塁から、ウネンティン、騎士が1本出ず、っていうね。 で、6回、現田がヒットを打って盗塁してね、2アウト2塁から牧野がね、えレフトフライ。はい。で、7回、1アウトから岸、えー、高木がね、連続ヒットでワンアウト1、3塁になって、8番古市のところで、初級ね、えーセグティースクイーズ行ったところ、バッテリーがね、アウトコースに外して田村が2、五のね、で、3塁ランナー岸が戻りきれず、タッチアウト田村、グッと、イスアで、この前にね、 あの、マウンドに集まってんだよね。コーチが出てきて。だからそこでね、多分ね、確認作業して初級やろうと。こうセーフティスクイズやってくるかもしれないし、もしくはそうじゃなくてもギャンブルスタートやってくるかもしれないと。だからまあ初級が一番やりやすいからね。カウントっていうところでは。しかも初級からやってくると思わないじゃんね。で、そこでもう初級からやろうと多分あのね、マウンドに集まった時に確認作業をして、ミスコミュニケーションなく、サインミスなく、全員が必ず完璧に動けるように段取りして、やりました。完璧にさしました。ギュッツ。ナイス。ね。 そういったところも良かったけどもね。これね、防ぎる方法ね、一つだけあるんだよ。俺はもしそうなったら、三塁ランナーの時に必ずそうしようってずっと思ってたんだけど、まあそういう機会じゃないからね。まあ俺をサードでね、キャッチャーが2以を立っちゃうとさそうなんて思わないよね。ね、これできること一つだけあるんだよ。それ何かっていうと、これね、三塁ね、あーと思って帰るじゃん、三塁ランナーが。で、三塁ヘッドするじゃん。ね、これね、ヘッドスライディングしたらダメなの。あの角度で投げるってことは、一番怖いのが、 ランナーに当たることなんだよね。ボールがね。で、それを気にしすぎて、ここ、こうだって、こっち側投げすぎちゃうと、タッチ行くのが遅れるね。だから、ここら辺投げたいわけだよね。で、こう行きたいわけ。だからね、ヘッドスライディングすると、こうね、ランナー被ってる中で、ヘッドすると、ここ空いてね、俺、今まで何回もなるのあ当たると思ったことあるんだよ。ランナーに。当たると思ったことあるけども、当たると思った瞬間に、三塁ランナーがね、ヘッドスライディングする。で、それで当たらないことがね、あるんだよ。 この時ね、もう危ないと思ったら、あの、勇気いるよ。勇気いるけども、三塁構えてんじゃん。構えてるところにね、グラブの方にね、ヘッドサイディングしないで、まっすぐ立ったまま行くんだよ。こうやって。立ったまま。こう、なんか、立ったまま、こう、こういうもんね、ちょっとこういう感じで行くんだよ。立ったまま。そしたらね、当たるかもしれないんだよ。自分に。で、もしサードがこうなったら、もうそれを行けばいいんだよ。でもこうなったら、ここに行けばいいんだよ。 そしたらね、これね、あの、サルリーランドに当たってね、ミスターできるっていうね、裏技ね。俺はキャッチャーだからで、ね、何回もそのね、逆の立場あるから、危ないと思ったこといっぱいあるからね。だからいざだろうと思ったら、俺は常にそうしようと思ってたんだけどね。まあ、あとは勇気があるかどうかだね。っていうね、裏技の回避方法もありますけども、田村はね、素晴らしいスローイングだった。で、10回。 え、先頭、高木渡るかね、レフト前ヒット。で、冬市がバンドを成功させて、ワンアウト二塁から、え、代打中村ね、軽減。で、ワンアウト一塁から栗山ね、6、4、3、ダブルプレイ。ね。で、11回もツーアウトからだけども、マキノンツーベース。ねウネンティーフォアボール。で、ツーアウト一塁から岸がね、ライトフライ。っていうところで、もう、マイニングね、1、2、3、4、5、6。だから約ね、あの、試合の半分チャンス作ってても1本出ない。逆にロッテは全くチャンスなかったけども、えー、最後は押し出して、 えー、勝たせてもらうっていうね。まあ、あロッテにとったら最高の戦い。セーにとったら最低の試合、展開でしたね。さあ、そして5日の試合ね、えー、ロッテ先発、佐々木朗希。8回106球、5安ン11三振、1四球無失点ピピ。ね。で、セー先発、平良。7回106球、8安ン5三振、無四球に失点。ピ,ッピチッ。ね。どちらも素晴らしいピッチ。 だっっったけどもねねね対てていいいううととこころろでで、ね、援護ななしめられないまあ、その中でセーブはね、えー、初回、え、トノがね、えー、先頭初期をね、レフト変直のツーベースを打って、でね、えー、現田のセーフティーバンドっていうところで、ね、まあ、ここはもうね、まあ、うま、うまかったけども、俺は佐々木朗希が、もっとフィールディングに自信があるんだったら、もっと自分から積極的に行こうとしてると思うんだよね。 もしくは取りに行こうっていう、もう投げた瞬間からっていうね、若干やっぱりスタートも遅いし、若干やっぱりね、そのファースト投げるのも前回冒頭掘ってるから、フィールディングにね、若干自信がないから、やっぱり周りに任そうとするんだよね。まあもちろんね、あれをピッチャーが取りに行けっていうと、まあひょっとしたら取りに行っても難しかったかもわかんないけども、それぐらい素晴らしいセーフティーバンドだったけども、若干ね、弱気な姿勢に見えるね。 こういったところをね、ついてこられたときに、ピッチング以外のところに落とし穴があるからね、もうちょっとフィールディング練習をね、しっかりした方がいいんじゃないのかなっていうね。で、ノーアウト1塁からね、ワイルドピッチっていうところでね、こう、佐藤ね、ここは木で挟んでね、若干後ろになって、まあそこをね、原田が横から見てたからね、ちょっと後ろにこぼれたところを見逃さずっていうところで、まあセカンドね、えー、行って、え、ワンアウト、えー、ノーアウト2、3塁から。 でもここでね、バリンズ守備陣はね、前進守備っていうところでね、もう1点もやれない。そりゃそうだよね。前日も2安打しか打ってなくて平らだからね、もう初回からね、えー、1点勝負っていうところで1点もやらない。前進守備引いて1点もやらないぞっていうところで、マキノン、中村ね、高木と、えー、3者連続三振っていうところでね、えー、無得点。セーブはもうここだね、キーポイント。ここで1点も取れなかったっていうところが結局敗戦繋がってるね。で、ロッテは3回の裏、友ツ2ベース。 で、藤原がね、サードファールフライで倒れるっていうところで、ここはね、進塁で最低でも打たなかったらいけないところ。で、池田もショートゴロ。で、ツーアウト三塁になってから角中がね、インコース結構いいとこだったけどね、若干ね、体逃がしながらね、距離を作ってね、自分から。えー、そして、えー、センター前タイムリーヒットっていうところでね、まあ、タイ平ーの投げた球も悪くなかったけどもね、こう先制。で、6回にはね、えー、中村が初級のスライダーね、カウント球を見事ね、狙い撃ちっていうところでホームラン。で、これ2対0ね。 で8回で5板して、えー、9回、ね、ツーアウトから士、えー、の内安打、代打、鈴木翔平、ね、レフトタイムリーツーベースっていうところでレフトはだ若干前守ってたのかな、でもこの状況で2点差だから、ね、あのー、長打が一番きついじゃんね、そう考えるとそこまで前進守備引かなきゃいけなかったかなっていうね、ちょっと映像だけだったらポジショニングがよく分からなかったから、ね、なんとも言いようないけども、レフトオーバーのね、タイムリーツーベース、で、その後ね、平沼が三振に倒れて2対1になるけども、 若干ね、松田気になるね。ここね、ええー、最近ね、ま、ああの、セーブだから機能者はね、0点で抑えてるけども、このね、セーブステーションまあ、この、日本はもオリックスところも失点してるしね。若干気になるね。ここら辺がね。まあ、ペルドムもま前打たれたっていうところでね、ここペルドム、松田はね、必須条件だからね、校長がね。ここら辺をしっかりね、もう一回。 カブトも大すぎね。まあ、勝ったからいいけどもね。踏ん張っていきたいなっていうところがあります。まあ、西武としてはね、やっぱり4日の試合勝ちきれてなかったっていうところがね、この2連敗になったっていうね、大きな痛手になったかなっていうね。で、今日、大島与ザのピッチングっていうところで、まあ、西武打線が奮起するのかっていうね。まあ、2試合で1得点だからね。まあ、ロッテも2試合で3得点だけどもね。ヒットに至ってはね、ロッテは2試合で10本だからね。そういった意味では、ま、またロースコアの展開になるのか、打ち合いになるのか分かりませんけども、ね。 セーブ3連敗したらもう必ず厳しくなっちゃいますよっていうね、今日の試合。どうなるのか。さあ、ついで、DNA でヤクルト、4日3対4でヤクルト、5、5日4対5でヤクルト、ヤクルトがね、接戦を物にして今2連勝中っていうね、カードっていうところで、4日の試合でヤクルト、勝ったからいいけども、ひどい。小川がかわいそうっていうところでね、まあ小川はね、あのー、7回1八8五5アンド53、1、2一シュレットボールね、えー、3失点。で、自績で言うと、 自責にっていうね、えー、ところで、えー、ヤクルトはね、初回、並木がライト前ヒットを打って、ツーアウト二るからね、村上が先制タイムリーっていうところで、ショートがね、大きくセカンド寄りにシフトをね、取ってたことによって、実質上ショートコールだけども、間を抜けていったっていうね、えー、ところでは1点先制してね、いい形のヤクルトになったけども、ね、1回の裏、先頭ね、えー、関根がデッドボール。で、クワラはレフト前ヒット。ノーアウト一塁からね、佐藤の、えー、ライトフライというところで、サンタナがラッキューね、バッ で、ノーアウト満塁になって、マキアのね、このダブルプレイの間に1点っていうところで、まあ、ここよくね、1点で踏ん張ったよ、小川。グッピちゃん。ね。続いてね、えー、2回表に、ヤクルトはね、先頭オースナーがツーベースを打って、で、長岡がね、えー進、新塁だで、ワンアウト三塁からね、中村がスクイーズを決めて、ここでね、1点取って勝ち越し。ね。そしたらまた3回裏。ね。先頭クラーはセンター前 でね、ノーアウト1塁から佐野がねライトへ記録上ツーベースヒットだけども若干スライディングサンタナーしたけども取れてるのにそれまたねグローブに当てて落とすっていうか、ね、落としてこいつみたいなねところでノーアウト2、3塁記録ヒットだけど今度はもうエラーみたいなもんよ、本当にかわいそうでノーアウト2、3塁から牧、ね、セカンドところね内野も後ろ,下がってんのよ後ろ下がってるけども二遊間寄りのところからセカンド宮本が取ってね、えー、ホームに投げてでしかもねねこれね3塁ランナー桑原だからね でホームに投げて、まあ、積極性は認めるけどもね、えー、フィルターショイスでセーフっていうねところで1失点、ノーアウト1、三塁から宮崎のねダブルプレーの間に、えー、勝ち越しされるっていうね、だからまあ、まあ、ひょっとしたらね、これ宮本がファーストに投げてても、ノーアウトワンアウト3塁で内野陣、後ろ下がってて、まあ、1点取られたかもわかんないけどね。 ちょっとこれはね、ちょっと守備のミスっていうところが小川の足引っ張ってね、小川はやらなくてもいい点をやらなきゃいけないっていうことになって、でもそれをね、大量失点にしなかったっていうところはこの小川のね、素晴らしさよ。ね。ヤクルトは5回。ね。先頭の中岡ヒット。で、中村フォアボール。このフォアボール痛かったね。あの、で、えー、小川が送りバンドを決めて、並木アウトになるけども、ツーアウトに三塁から山崎がね、レフトにタイムリーヒットで同点っていうね。ここはね、めちゃくちゃ大きかったね。で、えー、9回にね、 えー、ピッチャー山崎。ね。えー、ワンアウトから。長岡ライト前ヒット。で、中村三振するけども、ツーアウト一塁からね。代打川端。神様出てきて、打った打球がね。大きく弾んで、ファーストの頭の上を越えていく。で、ライト線転がっていく。一塁ランナー長岡必死でホームイン。長岡、ぐっそり。ね。川端もよく打ったけどね。長岡のね、走塁はね、よく走ったっていうところでね。えー、素晴らしかったかなっていうね。で、まあ DNA としたらね、 やっぱりねこの5回の裏ねワンアウト、一塁からね佐野の打席桑原がね盗塁失敗でアウトそして、えー、7回の裏ねワンアウト、えー、から柴田がセンター前ヒットを打ってここでね運営出るケンところで代々とねここで、えー、バントできずツ、ね、ーエンドツーになってエンドランになって、えー、外されて空振りして三振ゲッツーでダブルプレーていうバント、ね、だからね、まあ、最近ねちょっと打つのが湿りがちだけども打てなきゃ負けるじゃダメなんだめなのよ。 で、ここはね、ベンチも策練ってきてるわけ。でも柵練ってきてもね、選手はそれをちゃんとやんないと意味ないわけ。ここのね、こうなんかバランスが悪いよね。そういったところがね、このちょっと連敗にね、えー、繋がってるんじゃないのかなっていうね。で、ヤクルトはね、えー、小川そして清水ね、田口っていうところが非常にね、えー、頑張ったかなっていうね、えー、ところはあります。ね。そして、えー、5日の試合4対5でね、えー、ヤクルトがね、延長戦を制すっていうところだけどもね、 ま、ここね、DADA がね、1回の裏、ね、えー、セキネドットボール、クワラフォアボールっていうところで、ね、ヤクルト先発、小沢ね。 え5回79九3安打2二29、1デッドボール3失点というところでこの初回のデッドボールフォアボールが痛かったよね d n a 先発石田ね、ね5回8十球6安打23、39、4失点とちょっとこちらも計算外というところでね d n a は初回ねこのデッドボールコラフォアボールで3アウトになるけどもワ、ね、ンアウト23塁からえ牧の、ね、サードボールの間に1点を挙げてツーアウト3塁から、まあ、今、けどの、ね、ピッチャー強襲、まあ、あれはちょっと取れないね、小沢もね。 で、この2点っていうね、いい形で先制するけども、ヤクルトはすぐね、2回表、こちらもフォアボール。だからこのね、序盤の石田も小沢もね、これフォアボールからっていうのが痛いよね。で、サンタのね、センター前ヒット。でもこれがね、一塁ランナー村上がね、3塁狙ってアウトになるんだよね。コアラ、ナイスいや、ここ無理していかなきゃいけないかっていうね、ところはあるけどね。もうちょっと、そうね、 桑原の肩とかね、考えて状況を考えてもね、ここは俺、村上はストップだったと思うね、でもその後ワンアウト1からね、オスナ、フォアボール、ワンアウト1塁になって、中村がね、えー、レフトへタイムリーツーベース打って、ワンアウト2、3塁から長岡のね、セカンドルの間に1点を分けて同点に追いつくっていうね、よくあの状況からね、その後追いついたっていうところもあるけども、結局ね、この村上、オスナのね、この2つのフォアボールっていうところが石田にとっては痛かったよね、で3回の表、ね、また並木フォアボールまたここフォアボールなのよ、ね、で並木通る 山崎がね、内安打。で、ノーアウト一三塁から宮本のね、えー、ダブルプレイの間に1点を挙げて勝ち越しっていうね。だからここら辺もね、まあ踏ん張れるんだけどね、まあフォアボールが痛いよね。でも4回の裏、ね、ツーアウトから、外フォアボール。こちらまたフォアボール、こそはっていうね。で、柴田がセンター前。で、ツーアウト一塁からね、えー、戸柱が低めに落ちるところね、ボール球だったけどね、うまくセンター前っていうところでタイムリーでね、同点になるっていうね。こちらもしっかりツーアウトになってもね、着実に点を取っていく。 ところでは素晴らしい打点のつながり、ね、でも、俺はいつもここで気になるのは、ね、8番でしょみたいな2ワード1人いる、2、ね、塁ここでよくさ8番で抑えたら次の回ピッチャーから始まるからいいじゃんって言うけどさ次の回ピッチャーで始まることよりその回0点で抑える方が重要なんじゃないのって俺は思うんだよねだここの状況でひょっとしたらまあ代打がねひょっとしたら石段のところであったかも分かんないっていうところを考えると、ねまあ、勝負かなっていうところもあるけどもいつもこの状況になったら考えをねっていうか俺は思う個人的に。 で、この後すぐね、5回の表にワ、ね、ンアウトから小沢が今度レフトへツーベース打つ、ね小が張ってね、で、並木がセンタータイムリーヒットで勝ち越しっていうね。で、その後もね、また並木盗塁、ね、山崎ヒットワンアウト一、三塁からね、これ宮本のセーフティースクイーズ失敗っていうね、ところがあるんだけども、俺これね、宮本のパンと悪くなかったと思うんだよね若干ピッチャー前だけども、うまかったと思うとまあもちろん石田のね、グラブトスもプうまかったけど三、ね、塁ランナー並木が、ね、多分スタート遅かったと思うんだよね。やっぱり あれをアウトになったらねちょっと困る、全体的に。ねまあ、その映像がねちゃんとそこまで見切れなかったからあれだけどもね多分これでスタートあのタイミングでホームアウトだからね若干俺はねスタートの画面見たかったんだけどねなかったんだよね、スタート遅かったと思う。俺ははあれは でもその後ね、えー、6回の裏に、ね、マキセンター前、宮崎フォアボール、またフォアボール、ピッチャー星に変わってるけどね、で、ノーアウト一塁から外がね、センター前タイムリーヒットっていうんで、えー、ところで、で、ここノーアウト一塁になってね、えー、柴田送りバンドを決めて、ワンアウト二三塁、ここでね、代打ヤマト、で、ピッチャーはね、大西に変わって、ここ大西がね、センターフライ、浅いフライだったからタッチ、アウト、タッチ、ね、えー、アップできず、で、えー、代打楠本ね、ツーアウト二三塁からファーストゴロでね、大西、グッピッチ、ここよく踏ん張ったね、 一気に勝ち越される展開だったけどね。見てて流れ的にもね。まあ、よく踏ん張ったかなっていうね。えー、ところはあります。ね。あ、そうだ。言い忘れてた。このね、3回の表ね。これ宮本のダブルプレイの感ってあるけどね。この、ノーアウト2塁からね。この、山崎のセーフティーバンド。ね。ピッチャー悩んだのね。こうセーフティーバンド。石田がね、取ってファーストへ低等悪送球。バッと。あ、ちゃんと投げてたアウトだからね。で、そこでこのね、また1点になってるから、このミスのね。 記録上エラーじゃないけどね。結局ミスみたいなもんでね。えー、失点っていうところはこう、痛かったね。で、最後ね、12回、ね、2アウト1、1 3塁からオスナの打席ね、なんと伊藤光カパスボールっていう、バーっで、5対4、競り負けるっていうね。ところで、だからこの人はやっぱりね、フォアボールとミスね、記録に残らないミス、エラーじゃないね。 っていうところが結構 DNA はね、その石田のさっきのね、言ったプレーもそうだし、最後のね、パスボールもそうだし、ちょっと痛かったかなっていうね、あとは両チームフォアボールからの失点っていうところがね、ちょっときつかったけど、最後ヤクルト勝ち越したのは大きかったね。そして DNA ヤクルトは今日の試合、バウアー丸山っていうところでね、バウアーも今日の試合でいいところを見せたらね、ラストワンでオールスターいけるかもわかんないし、 あと、オールスターも外国人の勝つ問題結構あるからね。そんな簡単じゃないっていうね、ところもあったと思うんだよね。監督推薦も含めてね。まあどうなるのかっていうところはあるけどもね。DNA がこれ3連敗できないでしょうっていうね。ところで丸山のピッチングはいかにっていうね。ところで結構大事な展開になるけどもね。まあ現状はね、2連勝中、ヤクルカードどうなるのかです。え、続いて、広島大阪神。4日の試合9対1で広島っていうところで初回の表裏で明暗っていうね。 タイガースはね、初回、先頭中野が内野安打。で、北見送りバンドを決めて、弱ため量がね、内野安打っていうところでね、ノーアウト、え1、2塁になるんだけども、この中野のね、ショート内野安打もね、記録上ヒットだけど、ショート小園。1軍上がってきてすぐっていうところでね、若干ジャックルしてね、投げるの遅れてセーフっていうね、実質エラーみたいなもんなんだけどね、こういってところ頑張り時なんだけどね。 で、えー、ワンアウト一流になって、大山ね、センターフライ。このセンターフライもね、秋山配送して、ジャンピングキャッチ、ドーン、フェンズ当たるけども、ナイスプレイ。ね。で、ノイジーもね、ライトフライっていうところで、阪神はね、ここ、先制できず。で、えー、広島はね、えー、初回。 菊池がね、センター前でノーマライト前ヒット。で、ノーアウト一塁になって、3番秋山がね、送りバントを決めて、ワンアウトに三塁から、ここでね、えー、阪神守備陣もね、な、前進守備っていうところで、1点勝負っていうところ、勝負かけてくるけども、西川のね、一塁間を抜けるライト前ヒットっていうところで、ね、えー、2点先制。で、ワンアウト一塁から松山アウトになるけども、坂倉フォアボール。このフォアボール痛かったね。で、田中公介がね、ツーアウト一塁から、6球目、ね、ライトスタンドへスリーランホーム。 初回の名案。ね。その後ね、琴ノはアウトね。ねで、3回、ね。4番、西川がライト前。松山もフォアボール。で、坂倉がね、センタータイムリーヒット。で、ただ、こうスけね、えー、ノーアウト一三塁。もう1点取りたかったところでね、三振するけども、ワンアウト一三塁。琴ノ、6、4、3、ダブルベここよ、琴ノ。守備もそうだけど、バッティングここで行かさないと、もう居場所なくなっちゃうよ、一軍で。ね、で、阪神はね、えー、7回にノイジーがホームラン打って1点返すけども、 7回裏ね、またワンアウト一塁から西川がね、えー、スリーランホームランっていうところでバックスウェイに叩き込んで9対1。まあね、広島の圧勝っていうところでね、まあ、やっぱりこれ初回がね、ちょっと明暗を分けたかなっていうね、えー、阪神先発西幸ね、3回59球、7打1三振、3四球6失点と、まあちょっとね、コース、まどいところ投げたのを振ってくれなくてね、カウント取れずっていうところでね、青めにいったところを打たれたっていうところはあるから、ちょっと微妙なコントロールの請求がね、ちょっと思い通りいかなかったかなと。広島戦がとこだね、7回103球、7打7三振、無四球1失点と、やっぱフォアボール 出さずね、えー、しっかり投げきれたっていうところがねこの勝ちにつながってまあやっぱり初回の5点はね大きかったかなっていうねで5日の試合、2対0で、えー、阪神の勝ちっていうところで阪神先発、大高、ね、9回105球5安打7三振無四球無失点で先頭バッター、ね、塁類出さずというところで見事、阪神席で完封、関プ初完封ガッとナイスピッチング、ビッググスパイダー素晴らしい。ね で、えー、広島戦、まず森下ね、6回129、6番の予算、し3、4、3、に2ってまあこちらも2って踏ん張ってるけどもね。まあここでね、まあ打線の援護、まあ、前回、ね、前の日球点取っただけにね、半分ずつ取ってればっていうみたいな展開だったけどもね。まあこれは森下攻められない。まあその中でね、近本に代わって出てる島田がね、初回、ライトスタンドへね、えー、3球目、先頭打ちホーブラン。ねここで先生ね、勢いついてっていうね。 で、2回の表もね、先頭ノイジーが2ベースを打って、山崎がね、送りバンドをするけども、1号タッチアウトっていうところで、俺これね、バンドそんなに悪くなかったと思うんだよね。でしかもタッチプレイでしょ。まあもちろんピッチャーのち下がね、上手かったっていうのもあるけども、ちょっとセカンドランナーのノイジーね、多分スタートめっちゃ遅かったと思う、これは。これでアウトはね、ちょっときつい。バンドからするとね。 でまあ、ここでね、もう1点取れずっていうところはあるけども、3回の表にね、先頭島とフォアボール、なかなかセンター前ヒット、ノーアウト1、2塁から前側のね、前側のレフト前ヒットをね、西川がファンブルっていうところで、まあこう一点ね、追加、でそのあとね、ノーアウト1塁から大山がね、悩んだノーアウト満塁から、サトデルセカンドゴロ、ノイジーショートぐらい坂本サードゴロっていうね、この大ピンチをしっかりね、この1失点だけで抑えるっていうところはね、森下、グッピッチ、素晴らしい。ね、まあ、これで2失点だからね。 これれはもうねねめられない、ね、でも、大酒のピッチングでね象徴的だったのは、ね、7回裏、裏ワンアウトから西川ライト前田中のねセーフティーバンドっていうところで、ね、ワンアウト、一塁になるけどもデビッドんねチェンジアップで、ね、あのショートフライになった後相澤にね4球連続でねストレート。しかもね ストレート、ストレートで1球外外しておいて、チェンジアップの見せかけてインコースのストレートめちゃくちゃいいところ投げ切って三 c っていうね。これは坂本のね、リードも良かったし、そこ最後ね、ワンボールツーストライクからね、インコースしっかり投げ切ったっていうね、大谷県のね、ピッチング、グッピッチンだったと思います。だまあ大谷もね、全体的に甘いところとか高いところもあったけども、やっぱまっすぐチェンジアップ、変化球ね、カットボールって言ったところで、ちょっと緩急もね、 うまくつけてやっぱりですねストライク先行で勝負できたっていうところでねちょっとカープ打線がねどっちつかずになって絞りきれなかったっていうところはあるしね若干、ゆったりしながらねまっすぐ投げていくっていうところで思ったよりねスピード感以上にまっすぐのねキレっていうのはねしっかりあった中でね変化球がうまくね緩急ついたんじゃないのかなっていうね見事完封だからねこれはもう褒めるしかない素晴らしいというねまあ森下もね。 あの、いいピッチングだったけどもね。これはまあ2対0っていうね。まあ1勝1敗のね、ゴブで来てて。でまあ今日の試合で野村村上だからね。ここでカープが勝ったらでかいけどね。まあ野村は前回いいピッチングしてね。まあ勝ち星つかなかったけども、ね。先発のね、役割っていうのは十分果たしたし。まあ、村上もね、前回良かった中でね、いいピッチング。まあロースコアの展開だからね。昨日みたいなね、試合展開になると思うけども、これどっちが勝つかでね、オールスター前かなり大一番ね。カープなのかタイガーズなのかね。正直。 まあ、ホームランあるかなないかねミスとフォアボールをね、ここが一番の肝かなって言いながらね、今日の試合見たいと思います。どうなるのか現状一勝一敗のゴムです。 さあ、続いて中日対巨人というところでね、この2試合をね、BS テレビ東京で中橋さんとね、一緒にダブル解説で2試合をお送りしてきましたけども、7月4日ね、1対5で巨人というところで、えー、巨人先発山崎伊織ね、7回1 1 9 4安打634、119、1失点と、まあスライダー、えー、シュート、そしてフォークね、えー、制球力、まあ良かったなっていうね、これはもういつも通り非常に素晴らしいピッチング。まあその中でもね、特にね、ストレートがね、しっかり投げれてね、クッピチ。このストレートがね、何気にめっちゃ良かった。 それでね、スライダー、シュート、フォークっていうところはさらに生きたかなっていうね。まあ、この試合ね、巨人はね、えー、3回表にね、山崎よりがレフト前ヒット。ね、ブリンソン三振ね、ここバント。バンと。できなくて。で、最後打ちにって三振っていうね。3回から、ブリンソンバント。いらんしょっていう俺は思うんだけどね。どうなんやろうっていうね。これは、序盤にね。 で、できなくて。いや、若干流れ悪いなぁと思ったら、丸が、初級のカーブを、ライトスタンドホームランっていうね、ところで、ピッチ、すべてをね、丸が、ね、救ったっていう。このまま0点だと若干嫌な流れ、えー、だったけどね。で、えー、4回のなりね、このドラゴンズはね、ワアウトから、岡林がセンター前ヒット、石川がね、 えー、フルカウントからね、レフトへタイムリーツーベース、ね、奥林もね、よくファーストから走ったけども、こう1点返してね、こう序盤まだね、どうなるかわからないなっていうところでね、えー、中日先発柳はね、8回111球、8安打5三振、2四球5失点、まあ最後5失点するけども、これね、最初はね、高めに浮いたりボール先行したりね、いや、請球悪いなっていう感じだったけども、まあここはね、やっぱり援護点もなかなかないからね、えー、やっぱ先制点やっちゃいけないっていうところで、まあ気を使いすぎたかなっていうのはあるけども、この丸にね、ツーランホームラン打たれたら、 打たれてからは、ふっきりだろうがそこからは4回、5回、えー、6回、えー、7回とね、えー、ほぼほぼピンチらしいピンチもね、えー、そんなに大きくはなくねしっかり投げきったっていうところでねここで若干、ね、打たれたことによってちょっと肩の野に降りたのかなっていうねところはあるけどもねで8回にね、まあ、持ちこたえれずっていうところでねブリンソにセンター前で丸秋色がねアウトになるけども岡本がねライトへで1、3塁で2アウト1、3塁からね。 えー、この、えー、スリーボールからカーブねライトスタンドに大城がスリーランホームランを大城くっついてねあの3年連続二、えー、桁本塁打っていうところでなんか歴史上キャッチャーの連続年数二桁ホームランなんとさず木が4位にいるっていうね、えー、4位にいるさず木が歴史上だよすごいね自分で言っちゃうと5対1っていうところでねなったけどもあのー、ここね 俺もテレビの解説言ったんだけどもスリーボールになった時点でもうこれ1点勝負だからね。もうこの後もう大量失点も1点も一緒っていう中でね、山崎伊りの出来を考えた時にね。でその中で、ね、あのスリーボールになった時点で次のバッターね、重信だったんだよね途中から出場のね、梶谷にダイソーが出たっていうところで俺はもうこ重信勝負でもいいんじゃねえかと思って。ね。 まあもちろん代打がね、出る可能性はあるけどもね、もうスリーボールになった時点で、俺は進行形でいいんじゃないですかねって解説でも言ったけども、でそこを攻めに行ってね、ホームランっていうところでは若干この判断がね、俺的には悔やまれるかなっていうね、えー、ところはあります。まあその中でね、まあドラゴンズはもうなんて言ってもね、この7回の裏ね、ね、えー、ワンナウトから、えー、細川フォアボールで、宇佐美がライト前ヒットを打って、ワンナウト一三塁、高橋周平の打席で、ファーストランナー宇佐美に勝って、ダイソー高松が、なんと牽制でタッチアウト、バッと、 逆疲れたわけじゃないんだよ。反応が遅かっただけ。それでアウト。で、その後ね、高橋周平が三振っていうところなんだけども、いや、これはダメやって。これ、同点に追いつける十分チャンスあったよ。まあ、ここはね、山崎よりの牽制、素晴らしかった。というところとね、で、この打席でね、あの、スリーボール、ワンストライクになってから、山崎よりが首振ってね、フォークボール行くんだよ。で、低めね、ボール球だけど高橋周平が。 あの、振って、で、その後もね、首打って最後フォークボール行って、これはストライクゾーンの中で落としたけども、三振取るで、この高、あの、山崎伊織のね、このワンボールツあ、スリーボールワンストライクから、首打ってフォーク、首打ってフォークでで、ね、三振。これはね、グッドナイス。山崎伊織のね、で、最後ガッツポーズも素晴らしかったし、これでもちょっと中西の攻撃はね、ちょっと痛いね、この検査アウトっていうところはね。で、まあ、その申告敬もどうだったのか、まあ、結果論、俺結果論じゃないからね、こう放送中言ってたからね。 で、まあ結果ね、えー、そこから8回からね、リリーフ、ね、えー、PD っていうところが出てきたけども、なんとね、この PD がね、全くストライク入らないで、2アウト満塁になってね、石川っていうところでね、ここで鈴木が出てきて、なんとね、ストレート勝負でセンターフライ、鈴木、ピチ、ね、ちょっとね、ここ、でもね、4点差あってよかったなっていうね、 ところはあるけどもねでその後菊池がねしっかり抑えきってまあ5対1で逃げ切りっていうねでそして5日の試合6対7でね巨人の勝利っていうところでめちゃくちゃ試合時間長かったね10え4時間50分ぐらいしてたんちゃうかっていうねまぁ、あ、これも解説しましたけどねまあこの状況ねこの日、えー、先発はね、えー、高橋ひろとね3分の118 q 3アンダー1ネットボール 1>, 1フォアボール4失点というところで、まあ、初,初回ね、ね先頭のブリンソンの、ね、打球が足に当たって、まあ、その後もベンチにいて高ラ浪監督のコメント聞いててもそこまでね重傷じゃないのかなっていうところはあるけどもねで丸がライト前ヒット、でアキールフォアボールになってノーアウト満塁からねフォ、えー、ークボールが高めに浮いちゃってそれを岡本が逃さずねレフト満塁ホームラングッドナイスバッティングっていうね、えー、ところで、えー、4点先制でも1回裏にツ、ねえー2アウト1塁からね え石川が、えー、センターね、ね宇宙間を抜けるタイムリーツーベースというところで1点返したこれでまだちょっと分かんないなって思ったんだけども2回表にねグリフィンで、えー、ブリンソン、で丸、連続ったヒットでねノーアウト満塁から秋色がね犠牲フライでここでねピッチャー岡野に、ね、初回から変わってるんだけども1点取って5対1あこれでも巨人、圧倒的かなと思ったらねここから岡野がね 踏んん張るんだよ岡野がね、えー、3回3分の2、55球、3安打1三振、えー、1失点とね、まあ、っすぐ、あれチェンジアップ系だったかな、非常に緩急もつけてね、あのいい形でね、ピッチングで踏ん張るっていうところで岡野ね、グッピッチング。これはもうね、あの、まあのま最後負けちゃったけどね、いい試合を作り上げたのも、この岡野のね、ピッチングだったと思います。で、中日はね、えー、3回裏、ね、 鵜飼がインコース結構いいとこだったんだよカットボールそれをね中橋さんも絶賛っていうすくい上げてヘッド返さないでっていうところでレフトへツーランホームランこれで5対3あこれでちょっとわかんないなって言ったところで5回の裏ね、えー、先頭、代打福田フォアボールう回、鵜飼三振するけども岡林が内野安打細川がねセンター前タイムリーヒットこれ甘みに入ってきたねカーブ、変化球っていうところでワンアウト1塁でここでねもうグリフィン、俺はもうね交代してもよかったと思った。こ 解説でぶったけどねでグリフンスがね4回3分の1、9998安打334、33 1球1一ッドボール5失点というところでグリーンでもうねボール先行でもうす常に苦しいピッチングなのよもう何がちゃんと投げれるのかなっていうところでボールも高いしボール先行するしもう見てっても苦しいピッチングでこの5回裏、俺はもうねこの細川まで我慢で細川に打たれてでこれで5対4にね。えー なるるんだだけけどまだ1点勝ってるわけじゃんでここでも俺はピッチャー交代してもよかったなっていうところでねまあ、続投して石川にねレフトへ同点タイムリー打たれるんだけどもで打たれた後ね鈴木が出てきてワンアウト1、2塁からビシエドの、ね、サードファールフライで村松のね三振とって鈴木ピッピチング2日連続で素晴らしいピッチングっていうところでね踏ん張ったけどもまあここはさすがに原監督もやっぱグリフィン外国人選手っていうところで若干気使ったかなと。この2アウト 勝ち投手の権利ある中で4回3分の2で変えるのはちょっとねそこは気を使ったかなこれ日本人ピッチャーだったらパしんって代えたような、ね、気もするけどもここはね変えてもよかったんじゃないのかなっていうね逆にドラゴンズはねよくね、えー、追いついたかなっていうところで、ね、でまあ、ここからね両チームのリリーフがね、えー、素晴らしく巨人はね鈴木、三上、菊池、高梨、中川、大江田中、ビーディーと素晴らしいピッチングでね 後続をね、しっかり踏ん張って、まあ、ピンチもあったけどもね、で、中日もね、岡野、藤島、斎藤、勝野、清水、マルティエス、松山ね、っていうところです。非常にいいピッチングでね、えー、なんとかしのいできて、まあ、最後、ソブエがね、打たれちゃったっていうのはね、あるけどもね、まあ、その中でね、えー、巨人はね、9回、マルティエンスが出てきた時からね、ワンアウトから、丸がライト前。 秋色がね、ピッチャーゴロっていうところで、ここでね、ダイソーシゲノムが出て、初球から走るんだよ。これめちゃくちゃいいスタートだったの。それをね、秋色が打っちゃって、ピッチャーゴロになって、まあ結局2アウト2塁になるんだけども、ここは待ちたかったね。ここはもう秋色の経験だね。 こういったところで余裕を持ってね、一球待てるっていう余裕と、シゲノムが走るかもしれないっていうところを待てるかどうかっていうところがポイント。しかもスタートめちゃくちゃ良かっただけでいいね。このピッチャーゴロはちょっと痛かったね。でも2アウト2塁になったから、岡本ね、これまでこの2年生変化球しかね、いいバッティングしてなくて、ストレートは全部差し込まれてたんだよね。それが最後の最後でね、インコースのストレートをベルト上ぐらいのところ、一番難しいところコンパクトに回って、レフトへのヒット。で、シゲノムはね、2塁、3塁を回ってホーム突っ込んでくるけども、 レフトの後藤俊太ね。取って投げるった時にはもうノ信三塁回ってる。でもダイレクトノーパン送球え。ノーバン来た。石橋若干ブグローってなるけどもしっかり取ってタッチアウトっていうね。素晴らしいこと。ナイス。素晴らしい送球だったけども。俺はここでね、一つの疑問があります。キャッチャー石橋の足が全部三塁の線上についてて、あれ、コリジョンじゃないんだと かもう俺はかんないんだよ、コリジョンの基準が、そもそも。でも、あれ、コリジョンじゃなかったら、ちょっと空いてたらいいんだったら、ほぼほぼコリジョンじゃないけどね、だからあれね、まあ、なかなかできないと思うけども、あのロッテの、ね、中村みたいに、ドラゴンズ戦あったでしょ、多分去年だと思うけども、ノ信ね、このキャッチャーがここにいたらね、ここにスライディングするんじゃなくてね、キャッチャー目がけてね、ドーンっていってよかったよ。 頭からヘッドスライディングで。そしたらキャッチャー体当たりするじゃん。そしたら多分ね、こリチョン取ってくれたと思う。あのー、去年の中村のやつ。去年の中村のやつと変わんないもん。今日のやつ。でも俺はもう基準がわかんないから、この判断はどうかもね、わかんないけどね。でも一番違うのは、シゲノムがよけたか、中村が突っ込んでいったかっていうね。この違いだけ。あ、だからあれはあれか。去年、一昨年しだね。多分おととしのことだね。去年はマリーだったから。多分おととしのことだ。中村のやつはね。だからあれね、 本作どうなのそこだけが俺気になる、ね、俺はもうコリジョンの正解の基準を知りたいもう判断つかないねでもこれはもう後藤んだね素晴らしいねあとねこの試合のやっぱりね素晴らしかったまあ12回表にね祖米に代わって秋広がねセンター前ヒットコンパクトにねで、えー、岡本がねデッドボール岡本大丈夫かなっていうところはあるけどもね で、ノバーバウト1塁からね、大城ここどうなのかなバンドすんのかなもう今年はね、大城もそうだし、村松もそうだけど、もう誰もバンドできないっていうね、岡野が一番上手かったんちゃうかっていうね。えー、ところで、ね、ここでセンター後方でフライになってね、えー、新塁だなって一三塁になりました。で、若林はね、もう内野全身守備引いてるから盗塁っていうね。で、ここでね、梶じに、スライダー、スライダー、膝元めっちゃいいところね、えー、投げてた、ね。 ピッチャー、祖父江も。でも、最後の最後でど真ん中に入ってね、まあ、それを見事にセンター前っていうところで、セカンドランナー、若林もホームに帰ってきて、2点タイムリーヒットになるんだけども、ここでね、セカンドランナー、若林がね、なんでそんな素晴らしい走塁を見せれたのかっていうとね、ここ解説すると、ワンアウト、二、えー、三塁っていうね、えー、ところで、もう三塁ランナーね、代、え、走、ー、の、えー、角脇。ね、もうこれはね、映像でも見たらわかるけどね、もうギャンブルスタートなんよ。当たったらこう当たったらこうワンアウト、二、三塁。 ね。で、内野は前進守備っていうところは、もうセカンドランナーは、セカンドに誰が入、誰も入らないってかるわけ。自分の前にショートもめるしね。セカンドも自分の前にいるから。セカンドには誰にも入になってわかれば、もうショートの後ろぐらいまでね、リードを取れるわけ。で、しかも三塁ランナー片脇が、ギャンブルスタートっていうところは、もうセカンドランナーの自分もギャンブルスタートでいいのよ。なぜかっていうと、内野もしライナーが来た場合ね。 ライナーになってアウトになったらもうサードランナーの風脇は100%アウトになるわけ。ってなった時に、セカンドランナーだけがゆっくり打球判断してるメリットがないわけ。っていうことはサードランナーがギャンブルスタートっていうことは、セカンドランナーもギャンブルスタートなのよ。で、リードはめちゃくちゃ大きく取れる。なぜなら前進守備だから。で、それを見てギャンブルスタートしたことによって、ホームまで帰ってこれるっていうところがね、この状況。だからね、あれは必然的な走塁だったけども、まあそれをしっかりできたっていうところはね、非常に若林。 そしてね、もう1つのヒーローがねこの12回のね、裏っていうところでね、えー、石川がレフトにツーベース、溝脇フォアボール同じ状況、ね、ここで村松が送りバント、これはうまかった、素晴らしかった、ね、でここでワンアウト、3塁、ね、三塁ここで一番怖いのはワイルドピッチですねって言ったところでフ、ね、ォ、えー、ーク、タとバッター、石橋のところでね6球目ワイルドピッチになるんだけどもあれは止めれないこんなとこ来てるんだからあれ止めたら奇跡よ、ね、あれは止めれないあれ止めろって言ってるやつはねもう大バカ野郎よ。 あの、野球知らないよ。ただ、大城をね、攻めたいだけ。で、なっちゃって。ここで素晴らしかったのが、ね。いつも言ってる佐々木朗希ね、佐藤都志弥の時も言ったね、ここでまっすぐ行った終わりなのよ。ね。この後もね、ホークズのサイン出してね、止めるって言ったところでね、投げた、この大城のね、気合いと、ね。ナイス、リード、ガッツ。もう、流星 ぐらいこんな素晴らしい。その後それそれって、最後またォークでね、三振。これは、これは今度こっちが、ね、ドラゴンとかね、こうギャンブルスタートで来るわけよ。ね。水脇が。ね。バッター当たったらどうなのかわからないっていうところでね、ワイルピッチになったけども、その後ね、連投でフォーク投げ出して、体で止めて、ね。最後三振取る。素晴らしいやん、それも投げ切った田中もね。で、その後ね、えー、ピッチャー普段に変わる時に PD が変わってね、前日ょっと髪み抜けてたかどうなのかって言ったら、今回押さえしっかり聞いてね、数心向け詰まらして、 え、内野ゴロアウトっていうところでね、ここも名勝負だったね。でもね、この試合言いたい、お互い。もうちょっと作戦ちゃんとしよう。バンとヘボすぎる。ね。最後、村松、岡野とかね、決めたけども、もうちょっとちゃんとしよう。両チーム。一つずつ言ったら長いから言わないけどもね。まあ、というところでね、まあ、この2連戦、巨人はね、A クラス上に向けては、この2連勝はね、中日に巻きこ 負けなかったところは大きかったし、ドラゴンでここしっかりしないとね、今季最大の借金かな今なってるところで、ちょっと置いとけぼろくあってね、勝負ゲームになっちゃいますよっていうところはあるんでね。でもね、えー、素晴らしい、いいね、えー、試合、長かったけどね、えー、いい試合見れると思いますね。結果ね、2連勝で、巨人中日今日試合ないんでね、巨人の勝ち越しでした。さあ、ということでね、今日からどうなるのか、とりあえず木曜日の装置行終わりで、またね、今日の試合、またね、えー、後ほど出したいと思いますので、さあ、またプロ野球ね、楽しんでいきましょう。 thank you